悪意を語る恐れもあるしな。もし小吉が姿を見せたら知らせてくれな。はい。彼とは知らねえ仲じゃねえし。え、悪いやねえしね。じゃあ、頼んだって。もう食べるのそれ。うん、食べる。どうしたのよ。もう一度おごまさんに掛け合ってくるんで。
返すの気持ちを伝えてくるんだよ。だって、おこばさんに懐いた人が。なんでも一番もあるか。そんなことが言えるかよ。おこばさんに懐いた人がいますって。そんなことが言えるか。もうじゃっぱり。せっかく勤め上げた山城に